はいどうも、ナミコのぼし旅、リョンタンです。今回も、ぼっちの雑談、ね、うだうだとやっていきます。で今回のテーマなんですけども、タイトルにあります通り、僕ね、一人暮らししないのかどうかっていう話ですね、について喋っていきます。以前ね、自分の部屋の内容をね、まあ、こんな部屋で生活してますよっていうのを紹介したんですけど、まあ僕ね、いわゆる実家帰省パラサイトですね、一人部屋おじさんですね、もう典型的なその例となりますね。就職して、まあ、16年経ってますけどね、まあ、1年だけちょっとね仕事の都合で東京の方に出向という形で一人暮らししてましたけども、それ以外ね15年間は家でね親の、まあ、家にずっとね住んで親と一緒に住んで、まあ、生活をしております、ね、いわゆるこう教育ね、女性からするとねいわゆるこう独り立ちできてないね、一人では何もできひん典型的な例としてね、まああまり好まれないパターンかなとは思ってるんですけど、まあまあそんなほんまね、まあそんなパターンです。はい。でまあというのもね、まあ僕自身はウィンウィンの関係かなと思ってますね。まああのいわゆるこう親とのね仲がいいか悪いかね。当然親とのね親とこの仲が悪かったらね、やっぱこうギクシャクしますし、まあ、そもそもそんな状態でしたらね、さっさとこう一人ね家を出て一人暮らししてるとは思うんですけども、まあ、幸い今のところね、まあ僕と両親との関係はまあ普通、まあ何をもって普通かにもよるんですけど、まあ特に喧嘩もないですしね、まあお互いに尊重し合ってる言い方ちょっといい表現しすぎですけど、まあまあそんな感じなんでね、まあお互いにこうメリットがあるから、まあ、住んでるのかなといった感じですね。ちょっと僕のことだけ言い過ぎのような気もしますけどね。まあ、例えばね、まあ、僕自身も一人暮らしね、いや、予算的にやろうと思えば、まあ、できるんですよね。一応、職にはついてるんでね。まあ、ただ、そうね、今、姫路に、まあ、通勤してますんで、姫路で、ね、1K の、アパート、ね、借りようとすると、まあ、4万ぐらいね、月にかかるんですよね。で、まあ、それに、まあ、教育費とか、あと、まあ、電気、ガス、光熱費、あと、ネット代、あと、まあ、駐車場代とかね、なんやかんやプラスすると、まあ、6万ぐらい必要でしょうね。で、それに、プラスね、食費、なんだかんだ入れると、まあ、多分ね、まあ、一人暮らしするだけで余計にね、まあ、8、9、10万ぐらい毎月必要になるんですよね。まあ、それが出せるか出せないかで言ったら、まあ出せるんですけど、まあいわゆるこう、ほんま絵に描いたような、もうそれだけでね、給料飛んじゃうとかね。今以上にこう旅行にはね、行けなくなっちゃうっていうね、のがもう目に見えてるんですよね。で、まあ、その点ね、まあ実家帰省となると、まあまあ、なんて言うんでしょう。そのお金は家のことに使える、両親のことに使えるっていうんですかね。なんでまあ、一人暮らしの出ていく9万10万とかはね、もう外全く赤の他人に払う形になるんで、まあ何ていう無駄金っていうんですかね。まあ反面こう家に入れるお金とかっていうのはまあ両親のためにもなるし、ということでまあ生きたお金になる、あの我が家的にはね。でまたまあまあ、実家暮らししてるとその分余力があるんでね、まあ月に1回どっかね焼肉とかお寿司食べに行ったりとか、年に1回ね、まあ城崎温泉にねカニのフルコース食べに行ったりとかね。あとね、ちょっと別撮りでふと思い出したんですけども、あとね、まあ家に住んでるとね、どうしてもこう、いつも迷惑かけてるからって、こう、お世話になってるからってことで、この金額の大きい買い物についてはね、できる限り僕が出してますね。例えば、ちょうど1年前にあったのがね、まあちょっと家、自分の家ね、日本家屋の典型的な古い家なんで、あの土台ですね、足元に、まあ、シロアリとかね、そういったものが食ってたんで、まあそこあたり土台のね、まあ、リフォームっていうんですかね。それで、まあ、150万ね、こう、ポーンと渡したり。あとは、まあ、家にあるクーラーですね。これをまあ、僕は就職して2年目でね、家の分買って2台ほど、買ったんですけども、それも、まあ、13年、14年経ってるっていうことで老朽化してるんで、まあ、この際、一緒に変えようやということで、まあ、僕の部屋と、あとキッチンと、あとリビングですね。まあ、3台まとめて、クーラー、この夏に、買い替えましたと。まあ、それで、30万ぐらいね、払ったんですけど、まあ、そういったね、一度にこう、大きな、買い物する場合はね、比較的僕は、出してますね。まあ、これに関してもね、金額は確かにあるんですけども、まあ、実は僕自身もね、まで30何年間住んだ家のまあ土台にかかる費用ですし、あとまあクーラーに関してもね、キッチン、リビング、それぞれね、僕自身も当然利用するんで、まあ、金額は高いんですけど、まあ、払う分についてはね、全然当然というか、まあ、出してほしいには言われたらもう全然ね、当然よというかね、まあ、クーラーに関しては特に頼まれるまでもなくね、もう気にせんと
ポンと買っちゃいましたけど、まあまあそんな感じですね。まあそういったね、こまごましたことができるんですけど、まあどうしてもね、おそらく一人暮らしすると、予算がなくなって生活ギリギリなんで、そういうことができなくなっちゃうと。でまた実家におったらね、僕は僕でこう親の代わりになんかこう、まあ、畑仕事、まあ、そこまでしないですけど若干手伝ったりね、人手がいる時の畑仕事、一昔前ではあの田植えとかね、稲刈りとかも手伝ってたりしてましたんで、まあそういう人手的なもんでもプラスにもなりますし、あとはまあ地元のそういう清掃活動ですかね、そういったことも親の代わりにね何度か出たりもしますんで、まあそういったもんでもいいですし、あとはまあまあ消防団ね、僕はなんやかんやブーブー言うてる消防団なんですけど、やっぱそういうね地元でまあ自分の子供がまあ消防団とか、まあ一応ねまあブーブー言いながらもまあ活動してたらね、まあ一応まだ若干鼻高々とは言わないですけど、まあね、まあまあまあ悪くは思わないでしょうね、世間体的にもね、あの子の息子さんはまあ消防団ね頑張っとんやっていうね、やっぱそういうね話も上がるかな、まあまあね、ないよりある方がマシでしょうから、いいでしょうから、まあそういった子たち、そんな感じでね、まあとりあえず僕の場合はね、まあ実家帰省パラサイトではあるんですけど、まあ親とこうそれぞれウィンウィン、僕はそこまでお金がかからないと、親はまあまあまあそんな感じでメリットがあるみたいな感じでね、まあ僕だけそう思うとだけでね、親の本音は早いこと出ていけやって思うとかもしれないですけど、まあ表向きはね、そんな関係でウィンウィンじゃないかなと思ってます。はい、まあ家におったらおったでね、親は、はい、結婚はな感じで言われてウェーなんですけども、はい、まあ、僕の実家帰省パラサイトの内情ね、そんな感じだったんで、まあよく言うね、いわゆるこう中年おっさんがこう全然出ていかへんとかね、引きこもっととか、そんな内容ではねないので、まあご安心くださいっていう内容でした。はい、以上です。